はい、じゃあまた来月。また来月。バイバーイ。じゃあ、ね。マムです。お久しぶりです。お久しぶりじゃないか、1ヶ月ぶり、はい、動画は1ヶ月ぶりぐらいです。今日はお知らせがあるので、心霊だった思っちゃった思った心霊ごっこしてるしでもなんか肩映っちゃってダメだあーごめん心霊ごっこ始まっちゃった告知してください、ね、あごめんなさい急にでもうゾバッとしてむずくてなってたからありがとう、ありがとうございますあさってなんですけど、あさって日曜日に、銀座の、月光ソースサロン月の離れっていうカフェがあるんですけど、銀座にそこで朝11時半から、軽食プレート付きの公演をやります。私は、脚本構成演出出演全部やってますので、あと残り数席片手以内に収まる席だけ余ってるんで、すごい、ぜひ今がチャンス、今がラストチャンス、大変だ大変だ、ぜひぜひ皆さんご予約お願いします。私の SNS に、予約フォームついてるんで、ぜひ来てください。お待ちしてます。私も行きます。マイティも来てくれます。マイティに会いにぜひいらしてください。はい、はい、じゃあそしたら次ミミコちゃん。はい、ああそうですね、私ですね。そうですね。今月8月の28日の、夜16時から23時まで、私がカレーを作ってみんなでカレーを食べるよくわからないオフ会をするので、よかったら遊びに来ていただけたらなと思っているのと、あとよかったらSNS とかを Twitter とか TikTok とか Instagram とかをフォローしてもらえたら、明日とかね多分いいこととかあると思うんで、いいことしたらやっぱ帰ってくるじゃないですか。だからそういうのをちょっとねお願いします。ご利益があるんだね。で直近の告知が何もなくて、あ、そうですあ、でも、ね、カレーの、あ、すいません、ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは、マイティです、今日はですね、私もちゃんとゲストの一員としている形で徹底しますんで、 MC じゃなくてじゃんじゃん私にもリクエストとかいただければお願いします。で直近の告知なんですけど、今国立新美術館六本木駅と、乃木坂駅から徒歩3分から5分にある美術館にですね、私が描いた絵画作品がなんと新人賞を受賞しまして、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、おめでとう。その絵画がですね今展示されてます。で私毎日在廊してるので、だいたいお昼過ぎから閉園時間まで、閉園時間の6時ぐらいまで在廊してるので、もしお時間の余裕がある方は絵を見に来たり私に会いに来ていただければと思います。ちゃんと描いたので見に来てください。よろしくお願いします。写真も OK なんですよね。あ、写真撮影ももちろん OK なので、ね、はい、じゃんじゃん撮ってください。あ、いつまでだっけ、はい、あ、8月の22日22
月曜日ですね。やばい、最終日がお昼の2時終了みたいなんで、そうなの、基本的には閉時間が夕方の6時なんですけど、最終日だけ22日だけ、お昼の2時に閉園と、閉園というか、まあ、展示自体は終わっちゃうので、はい、急いで予定をちょっと開けていただければなと思います。よろしくお願いします。楽しく催眠かかりましょう。じゃあこれ見た後に、ああ確かに これ見た後にマイティの新国立に行けばいいですね。そしたらもうみんなでモンゴル大移動していただければ。モンゴル大移動、ね、銀座から銀座からモンゴル大移動、おすすめします。六本木とか乃木坂ですね、行ければおすすめです。そのコース日曜日、皆さんそのコースで遊んでください。はい、よろしくお願いします。はい、位置に戻します。そうですね、はい、3、2、2、3、4、まあ、うだっちなんか自己紹介します。うだっちの自己紹介いります？いります？いります？知らない人なんて誰もいないでしょ。なんかね、こんな愚痴で、今日うだっちの、あの、超エンジョイしてる。今日ね、あの浴衣美人3人をゲストにっていうことでねやってますけど、1万人がまだちょっといかないんですけど、1万人前夜祭みたいな感じでやってます。はい、ですので今日できたら登録してもらって見てる人9500までちょっと行きたいなとは思ってます。ちょい9500ちょっと前なんでね、はい、それしっかりやって、で私来週の金曜日が誕生日なんで、はい、それも兼ねて。61ですね。あ、そうなんですか。秘密しかないんだ。おめでとうございます。はい、皆さんもお祝いしていただければと思います。はい、ですので、どんどん今日はね、コメントとかもらって、はい、それに催眠ですね。そのタトゥーシールは販売してるんですか？販売はしてないですね。あ、そうなんですね。あ、グッズかと思った。ね。ありますけど、ね。かっこいい。変なとこ行っちゃう。思った。なんかね、場所がね、微妙な感じ。思った。こっちからも見にくい。こことか。いや、こうやってかけた時に、うん。ここに映る、頭が来るから見えないよ。違う違う、こっちの、あとでこのカメラでこう撮るときにここの頭を押さえる側のとこに映ったらいいかなと。あ、なるほど。そんな感じしましたね。はい、じゃあ、はい、2個目を戻します。早速スポンサーも来てます。あ、素晴らしい。さんからですね、いただきました2500円。ビデオをよく見てるので、とても綺麗ですとコメントいただいてます。うだちさん綺麗ですって、はい、まあ、なかなかね、この美女たちがね、あの多分世界でも初めてぐらいじゃないですかね、この催眠術ライブで、しかも浴衣で美人でって言ったら多分ないと思うんで、まあすごい貴重なあれでね。で今日あの最初にまた後でちょっと言うかもしれないですけど、一応今日のこの4人で最後チェキを取って、はい、でそのチェキをプレゼントしようかなと。で、あのツイッターでリツイートしてくれた人の中から抽選でこう1人もらえるっていう、プレゼント、うん、今回から毎回、ね、やっていこうかと思うけど、まあ、浴衣で4人揃うっていうことないと思うんで、すごい貴重なチェキになると思いますので、うん、ぜひ応募していただけたらと思います。はい、はい、うだっちさんの、ツイッターの、投稿をリツイートしてもらえれば、ね、ね、はい、はい、ほい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、いいです。はい、いつか誰と思ってきたとき、私がフリーズというとあなたの時間が止まります。5で動き出しますよ。止まっている間に記憶があります。不思議ですけど必ず。1つ休み、これでいきます。あ、うわぁ少し見てスローと書いてある。見つかると思ってきたときに私がフリーズと言います。そうするとあなたの時間が止まります。5で動き出しますよ。止まっている間に記憶は一切ありません。不思議ですけど必ず。1つ休み、3つ休みできます。
面白い。はい。クイズではそうすると時間が止まります。ゴーで動き出します。止まっている間も記憶一切あります。不思議ですけど、必ず一つ三つ動きます。そうですね、ちょっと待ってね。じゃあ、人間ちょっと持っててもらっていいですか。かわいい。木のデッサン用の人形。いいですね。手のひらにこう乗せておく。はい。動かせて。うん。フリーズ。ゴー。にあったみたいな。バキバキに折られてるですね、ちょっと。バキバキ。思った。しかもって思った。エビゾってないと前に。エビゾってだって足の甲が地面にあるの。エビゾリです、ね。ちょっとなんかね。かわいそう。なんかちょっとなんか人間性出ましたね。リー。さっきと似たようなポーズ。え、さっきのもあるでしょ。さっきのフリーズ。
リーズしてる間は私は催眠状態ですって繰り返しちゃいます。よろしいですけど、必ずその人たちに迫っていきます。フリーズ。私は催眠状態です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 。ゴー。大丈夫ですか？寝たくなってしてます。なんかしました。では怖いよって人。怖い。何？え、どれやったんですか？どれからやったんですか？どれからやったんですか？笑顔が怖かった。でも怖そうなの笑顔ですよね。バラバラになるんですね。え、顔がじゃないですか？顔が笑ってなかったとか。なんか笑顔が気持ち悪い人がいた。なんかどんな状態になってたかちょっと教えてください。なんか笑顔がきっとなんか笑顔が引きずってなんかね、だってずっと笑顔なんでしょ。私なんか触れるとね、すぐ落ちちゃいますけど、我慢していきましょう。はい、我慢していきましょう。我慢して、レンズ見て、レンズ見て、我慢して。うん、なんか割と今日我慢できない。なんかこれ前もやった、あの YouTube で見て、まだ大丈夫よ。その時は結構長くできてた気がするんですけど、あ、いや意外といける、意外と負けてたまるか。負けて肩からいくんですよ。肩からスーッと、三つ数ずつ戻ってきますよ。三つ数ずつ戻ってきます。ああ、最後まで自分に言い聞かせてました。自己催眠。すごい、負けてたまるか。うん、みみこさんもちょっと頑張ってみましょうか。横なんない、危ないから。みみこさん、いやでもなんかカメラの方見たい。カメラみんな見たね、ねね。危ないから、我慢して、ここでレンズね、レンズ持って、我慢して大丈夫ですか？変な音出た。なんかハウリングみたいなのました。じゃあ、はい、肩に触れるとにしますね。肩に触れると、はい、落ちちゃう。ちょっと我慢して。はい、はい、我慢します。っていうことになぜか。
しみですけど、まあ、そうですね、頑張っていきます。ちょっと私の感覚じゃないから3人でしょうか。出た、出ました。はい、ね、はい、いいんですか？こっちあります？あ、一応あの8月の28日に、え、一応私が分になって、死にますなって。どう？だってさ、聞いてた。ん？聞いてたから分かる。何で止まるのか。いや私も聞いた。止まれ。表情だとなおさら美人に見えます。あー、お上手、いいですね、寄り目とか見たいです。もらい催眠してるわら、ね、うん、
で時間が取れます。こうでも結構です。止まってないでも結構です。ありません。CS でも考えます。楽しみます。楽しみます。マムさん止めたかったら、ニーズで止まっちゃいます。ミーコさん。ゴー。何？え、ちょっと待って。え、なるほど。起きてるくせに分かってない。あ、今やってた。コメント見てたから。かかってきて。言うと止まっちゃうから、ちょっと待って。何？こっち見て、こっち。マムさん見て。ウィズ。止まります。止まります。ゴー。ミーコさん見て、ミーコさん見て。ストップ。ストップで止まる。ゴー、うん、マイキー止まれって言うと止まれ、はい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 ゴー
つかずに戻ってきますよ。一つずつ。はい、戻ってきます。あ、怖い。右目だけ寄ってた。右目になる。え、右目だけなの？あ、めっちゃ怖い。怖かった。いや、みやまさん、真っ白になる。真っ白になる。やったことありましたっけ、みやまさんって。ある？あるんじゃないですか。ありますね。レンズ、レンズ見ながら。目開いたままサインに入っちゃいますよ。もうスーッと目開いた。戻ってきます。はい、戻ってきます。白目なんないで、ここ見ててもらって。なんないでって難しいですね。黒目が行方不明になっちゃう。黒目のままここ見ててもらってます。黒目のまま落ちますよ。黒目落ち。スーッと黒目のまま落ちて、黒目のまま落ちですよ。横目で落ちて。かろうじて黒目は生き残ってます。黒目ある。あります。あります。黒目の範囲です。あります。一旦戻ってきます。はい、戻ってきます。黒目あります。黒目横にちょっとある。横にですか？横目の。横目の。流し目みたいな。新しい感じです。流し目さん。はい、じゃあ全然。はい、目開いたまま落ちちゃいますよ。そういうこと目開いてますよ。こっちゃん。一つずつ戻ってきますよ。一つずつ見せ戻ってきます。すごい痛い。あんま怖くなかった。うん、怖いって普通に。自分だけなんかちょっと怖い怖い。自分で。ぶってたかも。自分ぶってとかできないから。なんかこっちブスになってる、うん、なんでそんなことするんだろう。怖い勝負だと私の勝ち。私は天狗の催眠の時に一番あの聞いてて顔の筋肉やばかった。うだちさんの白目も見たいな。うだちさんの白目、うだちさん。ツンツンしてる。うんちもツンツンする。あられちゃんもツンツンするから。みんなツンツンする。プレゼントしますんで、はい、ぜひとしてください。 GO！ あ、撮れました。写真撮りました。おー、はい、おー、まだちょっと出ないし。なるほど、あら、ちょっと置いてました。次自分かなと思ってた。はい、見てたくし始めて自分で。プレゼント、プレゼントね。はい。違うポーズ。うん、なんかちょっと可愛いポーズ。まだちょっとお尻ちょっと見えてるけど大丈夫。お尻？後ろはお尻見えない。笑顔でもない。急に撮りすぎちゃった。撮りました。撮りました。はい、ミニコさんのレジェンス。ゴー。もう撮ったんすか？どうやくないですか？これめっちゃひどくないですか？あの半目急に撮るから。なんか私だけ扱いが雑くないですか？いやもう準備ポーズしてんだから、もう準備してんのかと。いやちょっとなんか言ってほしかったの。いやもう一回いきます。もう一回はい、撮ります。かわいい。今度は絶対目開いてる。マイキーもう一回一枚撮って。あ、マイキーがもう一枚撮ります。鼻を上げて。皆さん、それ私やりましょうか。なんか、GO！ 今は出ました？撮りました。え、それじゃないって。これ何？マイキーさん。あ、そうそうそう。何？何？
何？何？はい、ちょっとマイキー取りますよ。何これ？マイキー取りましょう。これ私のが。あ、何したことなの？聞いてる？はい。じゃあ行きます。私ポーズします。ナイス、行きますよ。はい。です。あらら。じゃあ出ます。また。ブネブネ。取ります。マイティが取れました。はい。ありがとうございます。なに？それなん？それなんですか？どこがちゃんと取れた？あ、かわいい。かわいい。取れてる。かわいい方がプレゼント用。じゃあ、みんな取れてる。みんな。これ何？ストップ。何？GO！ ね？これ。ね、これだって。違う、こっちか。ね、これ、ニンニコさんが豚っ腹やってるんじゃないですか。ねえ。止まってたから、止まる人が悪いのよ。止まる人が悪いのって。これ、ね、で、これほらちゃんと取れる。これも全部なにこれ、なんでこんなことして。いやいや、えこれはなんかうなっちからのなんか知らしらしだから、うなっちさんが忘れちゃう、それも。何？そう、しかもさ、思ったらうなっちさんが、うなっちさんが忘れるの。そう、マジじゃないの。マイキーメリークリスマスとかしなくて、突然にダッチさんが、ダッチがマイキーマイキー、そんなことある？そんなことある？頼まれたから、しょうがない。マジで？マジで言ってんの？え？もう誰も信用できない。誰も信用できない。でも最後みんなでまとめたやつがメインプレゼント。メインプレゼント。じゃあこれはサブプレゼント。またもっといたらいつでも。プレゼントできますんで、じゃあ結構動画上げるたびにやってもいいしね。うん、とにかくちょっと拡散したいんで、リツイートしてくれた、協力してもらって、で昨日一昨日だっけ、あの3人ずつバーで、あのドバイからね、取材みたいな感じ、マイギーのお友達、ジャパンエクスプローラーさん、へえ、そこでうちの3人ずつバー。はい、紹介されます。ちょっとまたそれで世界的に伸びたら嬉しいかな。世界的な日本の文化としてね。かかりましたね。サイミンズバーガー。ドバイの人はかかったんですか。かかった。あ、よかった。手開かなくなった。え、なんか取材の人かからないで高いじゃないですか。海外の外国人の方がかかるね。え、そう、なんで言葉の壁はないんですか。イメージ力が強いんじゃないかな。あー、ね。頭使いすぎてるというか。あ、そうなんだ。へぇー。スーッといつかずつ戻ってきた後に、なぜか全開で鶏やっちゃいますよ。欲しいですけど、必ずそうなりますよ。めちゃくちゃハイテンションの鶏になってます。欲しいですけど、必ず一つ三つ文字が、めちゃくちゃ可愛いひよこになってますよ。めちゃくちゃ可愛いひよこ。
いいですけど、必ずそうなります。ちょっと食べてきます。あー、かわいいな、これ。かわいい、かわいい、かわいい。大丈夫？え、やばい、お前だけ見える。やばい、怖い、怖い、怖い、やめて、怖い。むちゃくちゃよく喋るアヒルになってますよ。不思議ですけど、必ずそうなりますよ。どうぞ、持っていきます。あれ、かわいい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 、え、やばい、全員、え、めっちゃ喋る。怖い。え、でも私、マムさんのが怖かった。マムさんのミミコさん怖かった。ミミコさん、マジで怖かった。あの、危害を加えるどういうこと？危害を加える。戻って戻って戻って。なんか、言わといてほら、おげほっこーん。そう、思ってた。思ってた。コケコッコーって何で、なんか、最初のポーズもそれ系だって思ったのに、なんか人は…こうやってたから、あ、可愛いやかなって思ったら、いきなりマムさんを襲う。何それ、何それ、これ何それ、何攻撃的。え、これ何、それ、こうやってたんです。これ何、なんかこうやってポーズしてて、トサカかもね。あ、可愛いって思った。トサカとくちばしなんだって。いつかでも見ると、今度、ジャクちゃん、ジャクちゃん、可愛いニワトリになってます。可愛いニワトリも、みんなから愛されるニワトリになってますよ。誰からめちゃくちゃ可愛がってもらうと嬉しくなっちゃいますよ。欲しいですけど、必ずそんな一つに頼みます。あ、可愛いな、この鶏。なんか可愛い。これが待ち望んでて。可愛い。怖い、怖い。ちょっと待って。なんで、なんで、なんで。あ、こげ？餌を、餌を食べろって。あ、食べろ、食べろ。餌をくれって言ってる。餌、あっち。こげ？あっちに、あ、こっちで、あっちで。あ、こっちで。シュッ、行っちゃった。座っててください。餌をもらいにどっか行こうとしてた。可愛い、いや、さっきより全然可愛くて、可愛いニワトリになってた。この子一緒に座ってますよ。そうです、座ってられますよ、座ってられます、座ってられます、座ってられます。え、1スーッと座ってられますよ。座ってます。スーッと座ってます。いつかだと戻ってきた後になぜか、モグラ叩きもモグラになってますよ。ゲームに入ってますよ。ですで、順番に立ったり座ったりしちゃいますよ。この暗示のことは覚えていませんが、私がスタートっていうのが始まっちゃいますよ。不思議ですけど、必ず。一切覚えてます。人たちも強まってきます。なんで、スタート言ってない。ちょっと、どういうこと、誰もいなくなっちゃう。どういうこと。最後に解ける。なんか椅子から降りてんだけど。どういうこと？地震来た？避難訓練。地震来た？地震でしょ？避難訓練。避難訓練。地震だ。地震だ。地震。スタートって言ってからです。スタートって言ってから。地震が？そうそう、地震が。がスタート。
自信がさ、やばい、地の神じゃん。何それ、自信がスタート。どういう、どこで何溶けるの。なんか筋肉使った。床なのにこの、すいません筋肉が大丈夫ですか。地震、地震じゃないって。なんかモグラが来たみたいです。モグラが来たって何。怖っ、一番怖いじゃん。モグラに連れ去られたみたいな。モグラが来たで、やばい。害獣だし普通に分からん。じゃあ手ちょっとこう離してもらっていいですか。フリーズ。ゴー。フリーズしてます。喋ったりすることできますけど、この状況喋ることできますよ。あ、あ、痛いな感じする。あ、あ、え、なんか体だけ硬い。体が動かない。硬っ。体が動かない。硬かないけど。あー、これなんか動かそうとすると痛いやつだ。痛い、痛いすぎて動かそうとする。ゆうこさんどんな感じですか。動かない。ゆうこさん寝てる感じ。目だけ動いてます。ゆうこさん喋れない。 GO。 でも手も動いてますね。なになに、なんか体だけ固まった。あ、そっか、そういうのあった。そう、目が大丈夫ですか。なんで、なんで目だけキョロキョロ動いてましたけど、見つかると、ラムちゃん、ちょっとずつ見て。え、ラムちゃん、ラムちゃん、私じゃないっけ。え、私じゃない。見つかると立場変わって、ミミコさんがラムちゃん、ちょっとずつ見て。え、かわいい。目に向かってちょっと、ここから、え、なんか、特決め台詞。え、なんで私ラムちゃんの、いいから決め台詞だけ言って。決め台詞。金曜の夜は子作りだっちゃ。かわいい。見つかずると、マイリーさんになります。小説見つ、マイリーなり。今日は、うだっちさんの催眠チャンネルの配信に遊びに来てます。ピヨヨヨン言わないですか、今日。ピヨヨヨンって私元から言わないなんで。言わないんですか。元からそれ言うでしょ。あれ、え、さっきやろ。ピヨピヨ、それあれですよ、あの、かつみさゆりと混ぜてます。あ、そう、ぽよよよん、ぽよよよん、え、ぴよよよんって言ってましたっけ。言ってますって前ですね。それもさ、うだっちさんがラムちゃんに見えちゃって。え、何、めっちゃ面白い。それうだちゃんってツッコミ来てますラムちゃん。お別れのバイバイ。はい、はい、はい、じゃあまたね、来月もなんか面白い企画ができたらやりますし、はい、普通になるかもしれません。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあまた来月。はい、また来月。バイバーイ。フリーズ。じゃあ、またね。あとで。じゃあ、これ、ね、こうか。これ、一応聞いて、こう。で、これを、シャイル入るか。これ、チェキだけ入って、これ取りましょうか。3人取れないか。
じゃあまた来月。はい、バイバイ。バイバイ。おやすみなさい。おやすみなさい。グッドナイト。